ああ前でかけた、新井が行く、中一周かけて新井が打つ正面、積極的でいいですね。はい、また左へ新井、ここでワンツーで剥がした、もう一回新井だ、中入れる、ヘディングになった。いや面白いボールを入れてきます。お互い の, あのイメージが合ってますよね。はい、サイドバックの山越がここよく出て、オーラが面白いボールです。あとちょっとですから、これがその誰かが出たらそこに誰かが埋めるというのはあるんです ね、はい、山本左足を振りました。ここにアンカーの山本選手がいるわけですからね、石浦選手がいるところに今は山本選手がいるみたいな、もう本当に選手の出入りがあって、面白いですね。拾った田塚は中だ、山本リヒト、ミドルシュート、左足に持ち替えてからミドルです。この4試合続けて右サイドバックを務めました山越、そこに代わって加藤蓮が入ります。スルーパス、あ入ったスルー、右足リフレクション、ワンタッチもいやらしかったですし、このスルーですね、しっかり佐藤涼河選手後ろ見えてましたね、はい、トラップ戻して岩上、岩上の右足、ただこれ高際選手素晴らしいですね、はい、しっかり読んでましたね、ところ取り切った、早いですよ、深堀持っていく、中は加藤、そこを潰した、ここで深澤の対応、ポジションサイドバックの加藤です、上がってきた、3分の2をベルディが持っています 66%、 仕掛けてた、新井が打つ、相手の目をこう止めることができる選手ですね、なのですごく対応が難しいのと、ベルディの他の選手もサポートしやすいと思いますね。スルーパス、中に次まで入っていった、いいボール流れてくる、右足振る正面、うわ強烈なシュートでした。あれ加藤ですね、サイドバックの加藤があそこ真ん中で打ちました。深澤引いてきた、バスケスバイロン、あここに山本リヒトが行った、ポケット入った、左シュート、また向き先制点、東京ヴェルディ80分、初めてあそこまでえぐりましたね。そうですね、これ多分クロスの選択もあったと思うんですけど、はい、まあ、スペースがあったことでちょっと斜めに運んできましたよね、まあ、それによりこう選択肢がより中に入れるというよりはシュートの方に近づいたと思うんですけど、はい、中身強いですね、強いヘディング、ババー上入れた、おー外す、まあ、高木選手本当に勇気を持った、はい、あのプレーでしたし、ちょっと落ち方がね、ちょっと大丈夫でしょうか、はい、ベルディのビルドアップも参加してますし、はい、でビッグセーブも毎試合やってるので頼もしい選手になりましたね。0対1、ベルディが負けなし継続、これで今シーズン2勝目2勝2分けとしました。